こんにちは、ゆりです。おい。もうすぐ、四大陸、リズムダンス始まるよ。そう、なんかね、昨日ライブ配信したばっかりで、本当今日終わってからライブ配信するまで、あげるつもりはなかったんですけど、いろんなね、方からコメントいただいて、ちょっと新しい情報が入ったので、それのシェアが一つと、あとね、もう、いても、立ってもいられなくなった。やばいよね。ちょっと先に必要なことだけ言っておきます。一つは、現地で観戦されてる方から練習風景とかが、YouTube に上がってて、で、それコメント欄で教えていただいたので、ご存知の方ももちろんいると思うんですけど、せっかくなんでね、知らない方にもちょっとでもより多く知ってもらえたら、皆さんも見たいじゃない。公式練習の様子とかね。はい。なので URL を概要欄に貼っときます。それと、あと富士スポーツの方で、やっぱり公式練習の様子と、あとね、インタビューも上がってたので、二人の、多分昨日かな？前日インタビューとか多分昨日だと思う。の、インタビューも上がったので、それも、URL 貼っとくので、まだね、見られてない方とか、その画像にたどり着いてなかった、動画にたどり着いてなかった方とかはそこをぜひ見てください。そう。で、なんか、それ別に終わった後でもシェアいいかなと思ったけど、いやーなんかもう緊張してさ、おめえが滑るんじゃないのになんだよっていう感じだと思うんだけど、なんかいつになく緊張してる、なんかもう飲んでるんだけど、あと1時間半そう、ぐらいだと思うんですけどね。で、ちょっとなんか、もういても立ってもいられないのが一個と、あとまあ皆さんにそれもね、せっかくだったら応援してる人はみんないろいろ情報探してると思うから、ちょっとでも、シェアして、みんなが見れたらいいなと思ったので、それでちょっと、もう本当にこれは取って出しで、文字とかも何にも入れずに、もうそんな喋らないしね、あげようと思います。いやー、なんかね、NHK 杯の時も、全日本の時も、ここまでの緊張感は私なかったかもしれないですね。なんだろうね、この緊張感。やっぱり、四大陸だからっていうのと、やっぱり前回、リズムダンスで、こけたからね。なんかお願いだから本当になんかいい本当にねいつも通りの演技だけしてくれたらいいなっていう気持ちが強いのかもしれないですね。それぐらい今回のリズムダンスはすごい大事な試合だなと思ってます。この評価がカナダイの次の世界選手権もそうだし来年とかの評価につながっていく試合だと思ってるので緊張感が高いんだよ。あとね、コメント欄に本当に皆さんいろんな情報を寄せていただいて、あとなんかリンクとかも貼っていただいて、本当ありがとうございます。メリルのダンスのね、大会のやつとか貼ってくれた人とかもいて、あれ私見たかったんで嬉しかったです。そう。ちょっとチラッとしかももう見ちゃった。今朝すげえと思ってこれちょっとなんか次のリズムダンスの解説の時にまた皆さんにシェアしようと思います。あと昨日ちょっと話に出てたライブ配信の時に話に出てた動画はこれそれも一緒に合わせてこの動画の下にリンク貼っときますね。そう、あ、そう、メリルで思い出した。なんか昨日ちょっとね、コメントで教えてくれた人が言ったけど、メリルの旦那さんがマリーナコーチの息子さんなんだね。で、なんかね、ちょいちょいさ、大ちゃんとかなちゃんの、練習が映ってるなんか動画が、練習映ってる風景とか切り抜きで、いろいろなんかテレビとかで切り抜きであるでしょ。あそこにちょいちょいメリルが映ってるから、最初メリチャリが教えてんのかな、先輩だからかなと思ってたんだけど、あ、なるほど！と思って。
旦那さんが息子のかだからかと思ってすごい納得したのでありがとうございます。だから多分マリーナコーチが多分メリルを次の後継者として育ててんじゃないかなという予想です私は。一個前の動画でね、ライブじゃない動画で、あのバーバルフーサルポリが今すごいコーチやってるよっていう話をしたけど、その感じで、まあ大ちゃんたちは特にね、大ちゃんが全く素人から足出し始めてるので、メリルも多分初コーチじゃないけど、そういう感じでやり始めて、だんだんこう、マリーナ先生の後継者になっていくのかなっていうのとかも見れて、こういいなって思いましたね。だから来年再来年ぐらいにはあのキスクラに座るメリルがみんな見れるかもしれないぞ。それをちょっと気になってたんで前から。謎が解けました。ありがとうございます。ということで、こんなくだらない配信を長々としてもしょうがないので、とりあえずね、情報だけアップして、情報だけ概要欄に貼ってすぐアップしますね。皆さんも緊張されてるかと思いますけど、一緒に頑張って応援していきましょう。泣く。それでは皆さんまた。